西成生まれの生野育ち喫水のなにわっ子なにわ炎の炎はこののなにわどこめっちゃ噛んでるし、はい、ただいまメンテナンス中です。おう、西成生まれの生野育ち喫水のなにわっ子炎のなにわ男ことラビリンスオーナーのぐさんです。今日あの食べさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、肉キーマ、はい、ネギまみれの肉キーマ、こちらの名物なんですけども、はい、特徴はすみません。ですね、はい、ネギ、白ネギ、青ネギで、そして最大の特徴は、ニンニクの芽というね、はい、なかなかニンニクの芽が入ってるカレーなんてないと思いますけども、その食感がですね、すごい、今までにないような感じの食感ですね。食感で食べてもらう肉キーマ。1はい、釜揚げしらすの方はですね、しらすのその白身の味を残しながら、スパイスが効いてくるというのが特徴ですね。
なかなか、カレー界ではですね、シラスの食感と味がですねそのまま残ってるっていうのはなかなかないんではないでしょうか。松本家の休日もね、はい、出てますが、はい、それ一切前打ち合わせなしで、はい、それであのあれは麻婆豆腐で出たのね、うちの飲料麻婆豆腐で、でその麻婆豆腐で出てんけども、はい、その吉本さんから連絡があってね、実は麻婆大阪、ベスト10に入りましたと。あ、はいはいはい。なので取材させてください。その社員さんが来て、はい、写真撮らせてもらっていいですかって言って、ちょっとミーツとかで、ね、面白い感じで出てるじゃないですか、ね、ちょっとこの帽子かぶってもらってイエーイとかやってもらっていいですかみたいな、ほんだけこんなカーボンに貼ってあってイエーイと、松本さんが俺こんなやつ大嫌いやわあまりお客さん客というよりも、はいはいはい、友達が来て、はい、美味しい料理と美味しい酒飲んでちょうだいみたいな、で対価によりもいいものを出せばいいだけの話で、はいはい、お客さんという一般的なお客さんという扱いはあまり誰もしない。なるほど、ね、まあ友達であろうが、はいはい、一般誰か友達は友達の友達とか紹介が多いんでね、はいはい、そうなんで結局友達と思うやってる方が、はい、まあ、フレンドリーなね。そう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 、はいはいはい、僕のサービスの基本はそうで、はいはいはい、なのでお客さんとして扱わない、媚びない、はい、っていうのが多分僕の営業スタイル、まあ、ポリシーっていうかね、そうですね、それがお店のスタイル、ね、そう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 、うん、そんな感じで、もう中いっぱいですよねこんなエピソードも交えながら、なんと、この間ですね、ついこの間、ヨイドの隣の人間国宝さんに選ばれました。はい、おかげさまでございます。皆さんがですね、なんかやっぱり、グルメの、ね、番組はかなり出てるけども、はい、あれはほらグルメな番組というよりも、はい、人に、ね、こうクローズアップしたので、はいはい、今までミナビリンスを知らない方々も最近その人となりでこう出ましたねみたいなので、はい、結構反響が多いので、今までと違う層を開拓できたので、ね、なるほど、はい、やっぱり人間国宝についてはやっぱりちょっと違ってくるじゃない隣のやからね、別に、まあ、まあそうです、まあ、でも隣も何も人間国宝ってやっぱ宝ってやっぱついたら変わってきませんね、なので結構反響がいいんでね、見ました人間国宝見ましたって言うてね来てくれるんで、ね、結構ありがたいです。他の番組出てもあんまりね、何々の番組出ましたって言われることないんですけど、結構この間はそういう面では、今も入っていた時に、はい、全然喋らんからやっぱり国語になったら喋らへんのかなって。いや、どういう風な感じでこう喋るし喋ってたいかなと思いながら、いやいや、カメラ回れへんから喋らへん。なるほどちゃんとコストパフォーマンスを考えてはるそんなことない、グラスとかもお皿とかもこだわりのものばっかりが集まってるんですよ。グラス類はね、結構ね値打ちのもんを置いてますね。ね、今例えばですね、はい、これなんかは、最新の江戸切子ですね。だいたい黒色なんていうのは昔なかったんね、はい、で今技術が上がったので黒にすることによってカットがほらね生きるっていうかね、はい、なのでシャープに見えるでしょ。これが今の技術です。こういううんちくを聞きながらこのお酒を出してくれるんですよ。そう夜はね、今はね、ちょっとお酒、はい、今は出せないけどね、はい、そうです、はい、これが100年前の江戸切子ね。100年前、そうぼやーっとしてる感じでしょ。こっちシャープでこっちぼやーっとしてる。でこれは色ムラなんですよ。こっちは色ムラないからね、こうシャープ色ムラです。これ100年前のやつですか。そうです。これじゃあ飲むときは白い手袋とかして飲まないの。そんなもんそのまま飲んで。そうです、これも100年だいたい緑がなかなかないんね。で昔のはねやっぱり、はい、ほらぼやーっと柔らかいでしょ。はいはいはい、フォルムがこうね、カットが優しく見える、うん、これカットの技術は一緒です、全く一緒、全く一緒、フォールだと一緒。
一緒やけども作ってる人間は違うんですか、はい、これはもう職人さんが昔はたくさんいたからね、はいはい、作る、もうでも決まってやり方が決まってるから。他の YouTuber の人って、はい、初めに、まあみんなそうなんですけど、うん、まあ宮迫さんだったら宮迫ですとか、はいはいはい、まあケニツだったらこんにちはケニツですとか、はあはあ、で、ポンポンですとか、みんな習えてるんですよ、ね、で、僕の場合はその野球団チャンネルの、はいはい、あの何々ですって始まってないんですよ、はい、いつもご視聴ありがとうございますみたいな感じ、はあ、で、せっかくやからぐっさりね、僕のちょっと、はい、そのなんか強いニックネームみたいなそうつけてもらえたら始まる時です。始まる時、はい、あのチャンネル名は野球団チャンネルなんです。はい、で、まあこんにちは何々ですって言ってこう入りを、はい、そのちょっとニックネームいただけたら。難しいな。やっぱりそのみんな例えばご飯食べるのも、はい、やっぱり緊張してたらさ、うん、美味しくなくなるやんか。そうなんですよ、ね、ほんならなんかさリラックスして、はい、会いたかったって言って出てこれ食べさせたかったって言ったら、はい、そしたら美味しさ倍増するし話もさ盛り上がるやんか、うん、そういう方が絶対空間的にもあの雰囲気的にもいいと思ってて、うん、それを理想としてるのね、はい、僕もそれの方がいいし疲れないで、はい、変なストレスたまらない、いやそうですね、構えないからね、だからグッサンみたいな方が社長で今やったらその大人数で集まることできないじゃないですか、うん、だから集まった時にやっぱ偉い人が喋り出したらテーブルにね、美味しいものがいっぱい置かれてても、その偉い人が手つけへんかったら食べれないんですよ。でも、こういう方が社長さんやったら、もうすぐにみんな食べれるって、うんうん、そうそうそう、そんな感じで、そうそうそう、まあそれを気づいてね、もうこんなもん食べながらでええやんとかね、はい、どっちみちええ話したって、はい、残るときは残るし、はい、残れへんときはもう全部消えるけども、だから一緒やで、そんなそう、真面目に聞いたから残るとかじゃないんだよ、はい、だからいかにリラックスしてて、はい、その人に心が向いてるかどうか、そうそう、それでそうだと思う、だそういう風なあの空間でありとか雰囲気を作る自分ではそうしたいと思ってる、あ日々ね、そういうことを積み重ねやからね、こんなの、はいはい、そうそうそう、だから常日頃からそうしてないと、はい、さあ作りましたよバレるから、そうですかね、だから作らへん、ね、うん、そうそうそう、日頃から作らない、作らない、作らない、それがいっぱい大事、うん、そうそう、いや今日なんかいろんな大事なお話聞かせて、いえいえ、ありがとう、ありがとう、であのニックネームは結局つけてもらえなかったですけど、ま、考えとくわ、はい、すみません、ラビリンスのオーナーグッサンでした、はい、ありがとうございます、また皆さん迷宮入りしてね、よろしく、はい、ありがとうございます、本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。